教育現場の ICT 活用と先生の働き方改革を応援するティーチャーズシフト今週は関西大学初等部の堀利人先生をゲストにお招きしています堀先生本日はよろしくお願いしますよろしくお願いします堀先生は去年度まで情報教育主任をされていたそうですが まずは一人一台の iPad を実現するまでの経緯について教えてください。本校関西大学初等部は、2014年度から iPad による一人一台環境を段階的に導入しています。最初5年生に iPad を導入して、そこから段階的にという風になっています。実際導入されるにあたっては結構大変なこともあったのかなと思うんですけども、一番苦労したことって何ですか一番苦労したこと 子どもたちも慣れることも大事なんですけど、先生たちが授業にどう使っていくかっていうところを、一緒にこう考えていくっていうところが、やっぱり苦労しました。なんか工夫されたこととかってありますでしょうかそうですね。まずは、情報主任として、こういう使い方が面白いよとか、一緒にやってみようよっていうところを示すことが良かったのかなと思います。なんか研修とかで一方的に、こうやりましょうじゃなくて、一緒にじゃあこういうふうにやってたらどうですかっていうスタンスですか、ね、あそうですね。はい。なので、教科は違っても、大事なことは一緒なので、 使うと子どもたちがすごく面白いとか輝いてるってあれなんですけど、うん、いい姿が見られるってところを共有しましまた結構あの公務のところとかともお使いになったたりしたんですかそうですねまあいろいろな、まあ、ペパレスっていいますけどちょっと PDF にしてみたりとかそういうまあ一歩一歩ですけどまずまあそういうところから先生たち使っていきましょうっていうところでしたかねまあ導入の初期段階ではまだまだその i p a d 一人一台環境って少なかったと思うんですけども、まあ、最近ではギガスクールもあって当たり前になってきたじゃないですか。はい この辺りで先生たちってやっぱりこの数年で変わってきてきますかそうですね本校が事前に他の学校よりもやってきたっていうところがあるのでまあそこの部分では先生たちもこうやってきた自負もある中で、うん、なおさらその一人一台が当たり前になってきているからこそよりクリエイティブにとかより効果的にというかそれが目的ではないような使い方っていうのを、まあ、先生たちがこう話してるというかやっていかなきゃダメだよねっていう風になってきたように思います。 先生たちの取り組み方としては ICT だけを何かってことではないかと思うんですけどもなんかその情報共有の仕方とかってどういうふうにされてるんでしょうかそうですねいろいろその先生たちのご自身の専門性も違いますのでいろいろ授業の中でされたこと等は研究やもちろん本校あの水学習という思考力育成の授業もしてますので、うん、いろいろ研修であるとかもちろん日常的なコミュニケーションもそうですけどそういう 小さなことからまあ話していくようにはしているかなと思います。あのミューズ学習ってこう物事を考えるといったようなところをすごく深めていくっていう、はいはい、そういう学習だと思うんですけれども、アイパッドを使ったときにその親和性だとかその活用の仕方とかで気をつけているところがあるんですか、うん？そうですね。やっぱり汗をかくというか。 考えるることとに近道なないなと思っているので私はそのアナログというかその紙にしっかりチングツールとかに書いていくことってとても大事だと思っているのでやはりそこの部分は iPad の中になったとしてもやはりその思考を近道しないというか、うん、やっぱりしっかり深めるっていうところを意識して子どもたちにはあの書かせたり打たせたりしています。 ご自分は基本的に紙でで書くってこととかか多い方なんですか、はい、私は特にもう普段からメモはあの全てノートなので <laughs> なおさらその思考の整理っていうところが書くっていうところの大事さ全てこうデジタルにというよりはやっぱりそこはまあそれぞれ子どもたちも私たちもそうですけどその好みや特性というか得意なところがあるのでそこに合わせればなと思ってます。 また堀先生は国語の授業で ICT と STEAM を組み合わせた実践をされていると聞きましたが、どんな授業をされているんでしょうか、はい、昨年度、未来の教室の経済産業省の STEAM ライブラリーの構築事業に本校が採択されまして、うん、その中で国民的教材のゴンギツネですね。 文を読んでですねその中に出てくることをいろいろなスティームの視点で問いを作っていく、うん、そしてその問いに対して自分たちまあ、仮説演繹的にですけれども自分なりに調べて答えを出していく、うん、そのフローを国語の中で回していくというようなあの授業をやっていますごめんなさいスティームとゴンギツネがどうつながるのかがちょっとなかなか見えないんですけどもどんな感じなんですか、はい 私もそうだったんですけどゴン・ゲツネを普通に読んで学習をしてきましたしもちろん私も教えてきたんです、はい、その中で特にラストシーンですね、うん、ゴンが氷柱に撃たれてバタリとこう倒れてしまうシーンなんですけれども、はい、私もそこで <laughs> ゴンってあ死んだんだなって思ってたんです、うん、そしてそうやって教えてきたんですけどある時、まあ、ある方とちょっと会話をいろいろしてた時にこれって本当なのかなっていうところが発端で、うん、これは ゴンがですね死んだんではなくてもしかして気絶したんではないか。なるほどそれも要はタヌキネイリっていうんですけどうん、うん、英語でタヌキネイリのことをフォックススリープっていうんですけどそれを聞いた時にもしかしたらっていうところもあってさらに兵ョって農民なのに火縄銃持てってたのかなとかいろいろなそういう歴史的な観点から見た時にちょっと不自然なところもあるので <laughs> もちろん死んだっていう文学的な解釈はそのままでいいんですけど もしかしたら自由に解釈してもいいんじゃないかなっていうような思いが出てきてそして全文を読み返すといろいろな疑問やこれはどうかなっていうところが湧いてきました <laughs> 考察をするってことですね。あそうですね。はい、仮説の設定自体がすごく幅広くて、はい、それこそお子様たちというか生徒さんたちがそういうのをどんどん出してくるっていう過程がすごく大事そうに思うんですけれども、はい、彼らはどのようにしてその答えっていうか仮説を検証していくんですか まず子どもたちがそのワクワクしているってとこが前提で探究的なな取り組みになるんですねこれをなんとか解決したいと。うん、っていうようなこの自分の疑問を解決したいって思いが例えばそれが本を調べるであるとかインターネットでいろんなものを持ってくるあるいは専門家の人に話聞きたいであるとかその子どもたちのそういう知的好奇心を促進させることでどんどんどん調べていくっていうような展開になっているのかなと思います。 すごく面白そうなんですけどもその総責任者をされていたということで、はい、逆にすごく大変だったんじゃないかなと思うんですけど <laughs> どうですか自分が面白いなと思ったものをいろいろとこう形にしていく過程でいろいろな経産省のもちろん方とのやり取りであるとかいろいろあったんですけれどもそれを学校として取り組めたさらに今年度それを研究という形で今年も採択いただけましたのでこう消化していけてるっていうところは非常に幸運だったなって思います。 そんな堀先生ですけどもいつもなんかとても忙しくされている印象があるのですが普段どんな生活をされてるんでしょうか、はい 今の話もそうなんですけどど,どうもなんかいろいろな仕事を自分から持ってきてしまっているようで <laughs> 子育てもそうですしいろいろなところでやらなきゃいけないことはたくさんあるんですけどお子さんもいらっしゃるんですねどちらかというと何かスケジュールを1個決めてそこに向かってというよりはいろんなスケジュールを散りばめていくというかあまり手帳で管理しているタイプではないので <laughs>、はい、とにかくいろいろなものをこう隙間時間に突っ込んで突っ込んで自分の私生活もこう充実させるとこも含めてですけどなんか小高井先生に似てませんか ちょっとね不安なんですけど <laughs> 寝てますいやあの <laughs> 寝てますはい寝るのも最優先でそこから逆算してというかだから残り時間をこううまく隙間を空けてっていうような形ですかね、うん、そんな中で、まあ、今も MacBook と iPad Pro と iPhone と <laughs> 出していらっしゃいますけども <laughs> なんか ICT をうまく使われたりとかするんですかそうですねまあ クラウドは前提ですよねだからとにかく無駄な時間をなくさないとやっていけないので、うん、とにかくそういうファイルを探すとか、うん、持ってくるとかっていうところからこう時間をなくして、うん、なるべくその自分のやりたいことに時間を当てられるようにっていうような工夫はしているつもりです。逆に言えばそのやりたいことって大体どういうのが出てくるとやりたいと思うんですかねさっきのゴンびツの話じゃないですけど、うん、やっぱりワクワクしているものをまずやってみて。うん でそのまま寝かしたりしますね <laughs> また違うやりたいことをやってた時にあこれ待ってあれと繋がってんじゃないってなって戻ったりとか、うん、またなんか飛んでったりとか、うん、まあとにかくいろいろなとこに視点が行ってるかなって思いますああ、じゃあ一個のことに没頭してずっとやり続けるというよりは、はい、あっち行ったりこっち行ったり。こ <laughs> っち行ったらっ <laughs> あでもそれが繋がってくるっていうのがすごいですよね、うん、そうですねなんかワクワクするポイントっていうのはどういうとこなんですか 今パッとと思思っっったののはやっぱり人との出会いいかなって思います<ー>だから私がワクワクしてることと似ているあるいは違ってもいいんですけど、うん、またワクワクしてる人と出会うと、うん、なんか一緒にできないかなとか、うん、あこの部分つながってるからこういうことできるんじゃないかなっていうインスピレーションをい,ただいてなんかどん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 また新ししいものを作ってて <laughs> 走り出してますそういう自分で作らなきゃいけないとか作れるってとこがワクワクするポイントなんですかね。 小学校の先生としたこういう先生が担任だったりするとすごくなんか大人になってみたいなって気がするかもしれないですね <laughs> なんかいろんなものが映ってくるというか <laughs> なんかこっちにコピーする何かを感じるすごくいい先生だなっていう雰囲気そのものがありますねって感じでしたはいありがとうございますはいといったところでそろそろお時間になってしまいましたティーチャーズシフト新しい学びと先生の働き方改革今週は 関西大学初等部の堀力人先生にお越しいただきました堀先生大変面白いお話ありがとうございましたありがとうございました片岡新一のラジオシャバーさん市川工業高校の片岡です アシスタントで同じく市川工業高校のも森ですさて片岡先生はい。前回は投資とか老後の資金とかそういったお話をしましたけれども、はい、今回はイデコについてお話をいただけるということでまず最初にイデコの簡単な説明をお願いしますイデコっていうのはですね最高65歳まで積み立てることができる 個人型のの確定年年金金でですすねね、まあ、自分年金みたいなもです、ね、私たち普段月々のお給料から厚生年金納めてますけれども、はい、それにプラスする形のものですかねそうですねこのイデコっていうのはですね我々公務員ですと月に1万2千円最高年間で14万4千円まで加入することができますこの最大の特徴はですねもちろん貯めていくこともできるんですけども実は毎年毎年所得税と住民税がですね 大体ですよ、2万円ぐらいの控除が受けられるというメリットがあります。さらに、会計金はですね、新しくなって、ボーナスも併用ができますので、なかなかいい制度かなとは思いますね。ちなみに、シミュレーターで貯めていくとどうなりますかそうですね、今、私、年齢とか、年収とか、おおよその入れて、公務員だと毎月1万2000円までなので、1万2000円月かけて、まあ、運用利回りを2%で。 とすると60までで600万積み立てることになるんですけれども2%だと約940万ほど1.5倍はい1.5倍ですね、うん、でちなみに、ま、3%だと1200万くらい、うん、1200万強気に5%だと2000万、ま、これでもう老後の2000万問題は解決できそうみたいな、うん、対職金と合わせると4000万とか5000万になりますね <laughs> もう 悠々的な生活が送れるように思えてしまうんですけども,もううそうとはいかないんですよねデメリットももちろんあるのでイデコっていうのは投資先を自分で決めるという最大のデメリットがあると思いますまたですね投資先自分で決めますから投資先間違えちゃえば元本割れの可能性もありますしもう一つね口座管理料というのが毎回毎回171円最低発生しますので三十年四十年貯めると まあ結構、万円ぐららいいの手数料取れちゃいます、うん、管理料なんかはね、やっぱり運用してもらってるわけなので、必要な経費というか、仕方ないのかなと思うんですけれども、投資先を決める商品を自分で選ぶっていうのが、すごく難しいと思うんですけど、うん、そのあたりってどうなんですかね。 結局あの年金が確定教室年金に変わってますので全員ですねなんか選ばなきゃいけないという事態が発生しています、うん、えなので高校の家庭科で投資教育が今年から必修になったんですよ金融教育金融教育そうですね,です,ね、うん、ですから教育に非常に関係あるお話なのでエピソード3ではちょっとその内容もやってみましょうではよろしくお願いしますは 毎週月曜日の夜に配信しています YouTube のチャンネル登録をして来週もまたお聞きください。It's choice believe in to yourself a Your ideas, and your perspective. There is creativity inside all of us. And unlocking it starts with the choice to make the leap. See